在庫が半分ほどもうなくなってしまいました。羽織物をするシーズンになってくるんで、それのインナーで使ってあげたらめちゃくちゃかっこいいと思います。真っ黒よりも実は合わせやすい、これはもう間違いないです。どうも、バーセンの西村です。本日はですね、ご紹介したいのはズバリ神谷。このね、神谷はね、このフルラインナップというか今入ってきているラインナップザザザッと紹介したいと思います。ね、まず神谷、ご存知ない方のためにね、ささっとお話しさせていただきますと、デザイナーの神谷浩一さんね、なんですけども、もともとね、メゾン三原屋ですよ。メゾン三原屋セイロの中にあったあのマインっていうブランドがあったんですけれども、そのねマインっていうブランドのもともとデザインを担当されてたのが、当時の、神谷ですね。でそこからですね、三原さんに見染められて、ね、そこから、自分の名前をですね、拝した、ブランド神谷を立ち上げないかということで、これが先シーズン、今期入荷したので2シーズン目になってます。神谷の新しい2024年の、これが秋冬のコレクションとなってます。で、最初のシーズンからね、本当飛ぶように売れて、なかなかね店頭に在庫がない状態が続いたんですけど、いよいよね今回本格的な立ち上がりになってきたということで、こんだけの今ラインナップ入ってきてるんですけども、実はですね、ここ1週間10日ほどで、在庫が半分ほどもうなくなってしまいました。なんで今日はある今ある分の在庫をですね、少しちょっと駆け足意味なんですけども、カットソー、そしてこちらのダックのアイテム、そしてもうねこれも在庫がもしかしたらね、これがこの動画がアップされる頃にはもしかしたらないかもしれないですけど、キャップだったりとか、この辺のね、あとウォレットチェーン、この辺ね、僕もねいつもねこうつけてるウォレットチェーンなんですけど、この辺もね少しご紹介できればと思いますので、本日もね神谷の新しいコレクション気になるっていう方、そして秋のねファッション、いよいよね雰囲気も秋めいてきましたんで、秋ファッションもねぜひ楽しみたいという方、ぜひ本日も最後までご視聴いただければと思います。はい、このチャンネルはですね、東海中央区大名にありますバースデーというセレクトショップのチャンネルとなっております。毎日19時に配信しておりまして、内容としましてはメンズ、ウィメンズのハイエンドファッションの商品の入荷のお知らせ、そしてスタイリングのご紹介で、そしてシルバージュエリーはですね、和感シルバースミスや、トワレグジュエリーですね、幅広く多く取り揃えております。そして香水はサノマ、サノマに関してはですね、お香から香水、ね、そしてハンドクリームまでですね、こちらもフルラインナップでご紹介させていただいてます。そして最後、ね、最後に関しましては e バイクはですね、うちは西日本唯一の、アルコスーパー73の正規の取扱いディーラーとなっておりますので、こちらのね、走行動画、カスタム動画、あとねメンテナンスとかね、なかなかね、走行の違いだったりとか、性能の違い、ね、気になる方も多いと思いますので、その手のね動画をねたくさん、過去の動画配信してますんで、ぜひね過去の動画も参考にしていただければと思います。そして皆様、チャンネル登録といいねボタンぜひお忘れなく、よろしくお願いします。そして本日ですね、ご紹介するアイテムに関しましても、もちろん概要欄に貼ってます。はい、こちらオンラインストア、じゃあ貼っておきますね。はい、こちらバースデーの、ね、オンラインストアにてもちろん在庫の確認、ご購入までしっかりしていただけますんで、ぜひそちらもご覧いただければと思います。はい、じゃあ早速神谷のニューコレクションのアイテム早速紹介していきたいと思います。はい、じゃあ早速紹介していきたいと思います。まずね、ちょっと在庫がちょっと少ないんで、もうちょっとこのキャップも紹介しておきます。この神谷のニューキャップですね。これね、先シーズンもすっごい人気だったんです。でこれはね、このキャップに関してはボディのね形自体はもともとカシラ、カシラに、が、別注で作ってもらってるということで、形も非常にいいキャップです。
これね、梅も流星も持ってるね。そうなんですよ、僕今期買いましたね。もうあのこれはね、非常にこう被りがいいです、うん、あの浅めのキャップっていうよりもちょっと深さもちょうどよくて、つばの長さもちょっと長めに設定されてるんで非常に被りやすいんで、この辺ぜひ参考にしてみてください。サイズはフリーサイズね。そしてお値段もこちら、はい、はい、こちらのお値段となってますね。やっぱりね、どうしても神谷っていうのはこのブラックのこのフェードね、フェードカラーであったりとか、この辺の加工ね、あとこういうクラッシュの加工であったりとか、そういったもの非常にね、作りが細かい加工が施されてますんで、このお値段ですね。でもこのお値段なんですが、飛ぶように売れてます。本当に全然足りなかったです、今回も。そうですね。で、これ多分これ1個だけじゃない、あと1個だけです ね、 ね、だから、うん、もう買えた人はラッキーだと思って思います。はい、お願いします。そして、はい、これもね、残念ながらもうこれだけになっちまいました。はい、もうこれもう さっと着ていいかな。あ、ぜひぜひ。今日ね、片すもいんで、で、このダックシリーズ、これね、僕今日パンツもうね、これはね、前のシーズンに買ったやつです。で、僕はね、先シーズンこのグレーの上下買いました。で、今シーズンのアイテム、ね、今季もこれ大人気で、このダックシリーズ入荷してるんですけど、ね、こちらは今回はカラーはブルーなんです。で、あのね、一番最初に出たやつは裏にボアがついとったっけ、ついてないか。あ、ついてないか。あ、そうですね、ついてないね。で、ちょっと着用しますね。これがブルーの着用カウントになっておりますね。で、あのね、これでサイズは S です。おー、で、いいですね。ちょっとね、あの幅が意外とあるんですね、これね、幅があるんで、あのね、着方のイメージとしてはベストってどっちかっていうと、ほら、みんなインナーベストのイメージ多いかもしれないですけど、これはアウターベストとしてもいけます。で、あの本当にね、アウターブルゾーンも着た上、例えばジージャンとか、そういったあのフライトジャケットとか、ね、ブルゾーン着た上からパッと羽織れるようなアウターブルゾーンで、ほら、ここのアームホールド大きいでしょ。だからレイヤードすごいしやすいです。で、この動画で見て気づく方すごい少ないかもしれないんですけど、実はね、先シーズンのベストよりですね、丈がちょっと短いです。気持ち短くなってますね。気持ち短くなってる。で、俺はなんで気づいたかっていうと、先週、まあ、展示会の時にちょっとそういうアップデートが入ってますっていうのを言われてたんですけど、見た目で気づかなかったんですけど、まあ、実際到着して、まあ、僕の前のシーズンのベストと見比べた時に、あれ、やっぱ丈がちょっと短くなったよねみたいな、では話してて、ちょっとバランスは非常に取りやすくなってると思います。なんでこれで着用は S なんで、皆様ぜひ着用感確認しておいてくださいね。で、ちなみにプライスね、プライスお値段も出してみます。お値段もこちら、はい、ね、で、まずですね、最初このダックシリーズ大人気なんですけど、まず最初の第1弾は今回のダックベストです、ね、そして次、おそらくこのパンツも入ってきます。パンツも入荷してきます。このね、クラッシュの、はい、うん、このダブルニーのこの辺のパンツも入ってきますんで、これはね、おそらく9月の入荷になると思いますんで、そこら辺はね、到着を、もう少々お待ちいただければと思います。で、ベストはもうあと、もうこれも在庫が残すところ、1点ずつしかもう残ってないはずなんで、これもお早めに購入してください。もう毎回残ること絶対ないんで。で、ダックシリーズはベストと今シーズンですね、ブルゾン型で、もちろんフードがついてるね、アクティブ、まあアクティブって言ったらいけんか、もともとね、まあ、分かりやすく説明すると、まあ、カーハートのね、アクティブっていう形、フード付きのやつがあるんですけど、それとあとね、デトロイトって言ってジッパーのね、襟付きのタイプがあるんですけど、そちらも後日、まあ、来月、まあ、9月だな、9月、そうですね、9月中には発売、ね、そう、9月中に発売になるんで、そこら辺もね、ぜひチェックしておいてください。こちらもマジでかっこいいです、うん、僕もちなみにデトロイトと、これのね、色違いのパンツはね、今回自分の分は、もちろん発注済みでございますんで、ね、そちらも到着次第すぐ紹介したいと思いますね。はい、で、次行きましょうか。次行きましょう。はい、そしてこれね、はい、もうこれもう神谷の、ね、私物シリーズ、あー、もう着られてますね。もうあの、これはね、もうぜひもう俺が紹介したかったんで、あのね、はい、こちらのロンティーですね、はい、色違いとこの3色展開で、色がホワイトで、僕が今着てるのがこれでブラックです、ね、フェードのブラックいいです、ね、そしてこれ、ね、ちょっと紫っぽく見えるけど、ね、これで一応設定としてはブラウンという色味の設定になってます。ここら辺ぜひ、ね、お間違いないようにお願いしますね。
色の雰囲気、特にねこのブラックとブラウン、ちょっと雰囲気がかなり似てるんで、まあ正直僕一応僕自分の分ブラック頼んでたんで真ん中のブラックにしたっていうだけで、正直これどっちも僕良かったです。で白は僕実は先シーズン違うプリントの形でですね、神谷のやつ購入させてもらってたんで、それでちょっと白以外にしようかなと思いました。で一応お値段ね、まあサイズ展開 S と M の2サイズです。で一応お値段こちら、ね、でこのカットソーシリーズ本当にすごい人気です。でまあ加工が結構ねかっこいいっていうのと、あと背中ちょっと見てほしいんですけど、あいいですね、この形ね。でまあいわゆるですね、タミヤはですね、まあ、ボディからしっかり作り込まれてるんですけど、一応僕の着用でサイズは S です。おー、ちっちゃいサイズなんですね。そう S なんですけど、よくもうご覧くださいね、幅がでかいですよね、うん、幅がでかい、ね、幅がでかくて丈が短いといういわゆる昨今ですね、皆様がお探しのカットソー、まあ、理想の形、ね、今のこのやっぱこのワイドのこういうワークパンツとのバランス組み合わせた時にこう、ね、丈が短かったりとかね、ちょっとコンパクトになってるっていうのはね、非常に重要なポイントになってくると思います。これね、今からアウター着るシーズンとか上着羽織る時期になってくると、この丈が短丈っていうのがね、非常に効果的になってきますんで。でこれもちろんですね、このカットソーの中に例えばなんですけどロングのタンクトップとか入れてレイヤードしてもらったらもちろんいいです、もちろん、ね、でなんならで僕さっきベスト着ましたけど、ベストと合わせた時のこの袖プリの雰囲気とかね。でこれ一応プリントの説明なんですけど、刺繍に見えるけど刺繍に見えるプリントです。これああなるほど、ロープみたいなデザインなんだ。ああそう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 、これね刺繍っぽいけどこれ全部プリントで表現しております。この色の配色もすごいいいよね。いいですね。そうで今回はね全部ねこの、まあ、色味に関しては全部もうこのなんていうかな、このイエローのロープになってます、うん、なるほど。ここら辺ね、でここら辺はねもう毎回もうほんと買えない人多いんで、今のうちにぜひ早めにチェックしてあげる、早めにね。そしてじゃあちょっと待って、生地感が違うやつが、あこっちで紹介しようかな。じゃあ次、はい、じゃあ次長袖シリーズ、はい、こちらね、はい、こちらのねシリーズはねズバリこれで、あこれも色の設定はブラックですね。ブラックでもう見てご存知お分かりだと思うんですけど、この辺はねズバリあれですね、もう分かりますよね、このデザインね、なんかなみたいな、はいはい書いてますね、はい、Love is blind ブラインドね、はい、愛は盲目であると、そういう意味ですねっていう意味なんですけど、はい、このイーグルマークね見覚えありますよね、はいはい、僕、はい、何に乗ってますか、ハーレーダビッドソンですね。そうですよね、はい、もう僕の大好きなモチーフです、もうこれね、はい、あれまあまあハレダビッドソンつって言っちゃいかんのか、今いいかの、まあ、いわゆるパロディですね、うん、のちょっとねこういうかすれたねプリントの表現で、昨今このフェードのカラーっていうのは非常に人気なんで、これをねよりリアルによりこうヴィンテージライクに表現しているこの神谷の表現力の高さ、かっこいいですね、これマジでかっこいい。であえてちょっと見せようかな、あえてね、じゃあ他の例えば三原さんね、三原康弘でもやはりですね、この手のフェードっていうのは、ね、たくさん表現されておりますよね。イメージしてくださいね、こういうデニムとの組み合わせであったりですね、やっぱり三原さんが持っているこの生産背景と同じ生産背景で作ってるんで、この手のフェードとか加工の技術力っていうのは凄まじいと思います。さすがやっぱワールドブランド、ここら辺に関してはねもうご安心ください。で一応こっちと比べるとですね、これ一応サイズ S なんですよ、 S。 なるほど。そう S なんですけど、これね実は生地も違います。俺が着てるやつの方が圧倒的に生地感としてはゴワッとしてるんですよ。でこっちはねちょっとテロッとした落ち感が特徴です。でこっちはねちょっと合ってますよ、ちょっと着丈長いでしょ。あ確かに、ね、ちょっと着丈長いでしょ。でこれは後で僕ちょっと分かりやすいように、着用感分かりやすいようにちょっとちらっと僕着てみます、これ後でね、うんうん、これ後で着ますんで。で僕とこう見比べただけでも着丈が長いっていうのが分かると思うんですよ。よりね古着っぽい雰囲気とかが好きっていう方はね、この形すっごい好きだと思うんで、これちょっと後で着てみましょう。でお値段に関してはこちらですね、ロンティングシリーズは値段一緒です、2万7500円、ね、
はい、じゃあ次いきますね。はい、じゃあそれでは僕流星がですね、コンパクト T シャツの L サイズこれ着用しております。これで L やけどね。そうなんですよ、これで L サイズです。もともとあのサイズが SMLXL で、結構 SM がかなりコンパクトなねサイジングになってたからこそ、あの LXL で今回バースデーはね入荷してるんですよね。で僕着用してるのがこれがネイビー、そして須藤さんにね後ほどブラックの方をね着用していただいてるんですけども、このフェード感といいね、このあの程よい細さというか、それがまたポイントになってきますね。でこのコンパクトがいいよね、うん、そうなんですよ。で僕昨今最近ですね、スタイリング的にこういうタークのかねカモのワイドパンツとかそういうののね緩い感じのアイテムと合わせることが多いんで、この少し上を細身にしてパンツに、ね、ボリュームを持たせるっていうこのねサイジングは結構ねやっぱ皆さんにね結構刺さるのではないかなというね、そういうねアイテムになっております。結構フェード感といいこのしっかりした生地感ってね、あの好きな方めちゃくちゃいらっしゃると思うから、うん、はい、なんか今からのシーズンなんかまあそうですね、今まあ夏がねもう少しで終わるかもしれないですけど、今から羽織物をするシーズンになってくるんで、それのインナーで使ってあげたらめちゃくちゃかっこいいと思うんですよ。はい、なのであとポイントはこの神谷ロゴですよ。この今回新型で出てるこの神谷ロゴのねこの生え方もかっこいいというねワンポイントでね、それがまた僕の中でいいっていうのと、あとまあ細かいところね、ダメージのやっぱ加工とフェード感っていうところもポイントです。かなりねやっぱこういう加工にはこだわってる神谷だからこそこの T シャツの雰囲気が出せるというところではないでしょうか。はい、よし、じゃあちょっと、はい、じゃあ、うん、流星が身長175センチ、そうです、今体重が63キロぐらいなんですけど、ね、はい、で流星が来てこのぐらいのバランス感ですね。結構肩が、僕結構肩幅広いんで ね、結構ごついじゃんね、はい、でそうなんです。じゃあちょっと、じゃあ俺もちょっと、はい、じゃあそのまま変わってもらって、でこれだよ、これも俺も同じサイズ L です。これ、ね、A サイズ、はい、これも L です。こんだけ結構コンパクトなんですけど、そんなね、まあコンパクトやけどね、ちょうど程いい、いいですね、程いい感じ。なんかちっちゃすぎるとあれかなと思って、 M はね、 S、M は入れなかったんですよね、うん、これでも結構コンパクトなんで、でここら辺はね、ぜひね、参考にしてください、ね、もうもうちなみにサイズはもう L しかないです、このサイズしかないんで、まあだから僕ぐらいの体格とか流星ぐらいの体格の人でも全然このサイズいけますんで、ぜひ参考にされてみてください。よし、じゃあ次早速、次はこちらのロンティー着ていきたいと思います。はい、はい、じゃあこちらのロンティーですね、本日最後の着用、着てみました。これでサイズは S です。あー、緩いですね、こっちはこっちで、で、緩いしこれでね、綿100なんですよ。ああ、なるほど。この落ち感とこの雰囲気、かなりね、なんかもうユーズドライクというかヴィンテージライクな作りにはなってますよね、このフェードのブラック。で、多分ね、この色すごい合わせやすいんで、真っ黒よりも実は合わせやすい、これはもう間違いないです。だからなんかね、俺が黒のね、羽織とかをねするとね、すごい分かりやすいんですけど、なんか黒の羽織なんかないかな。あ、ちょっと待って、ほい、じゃあ早速着てみましたね。このね、ブラックのブルゾンのインナー、まあこれ一番シンプルで分かりやすいスタイルね。まあまあちょっとレターズのね、ブルゾンのインナーにこう着るとこういう風な雰囲気になるよと。まあね、ここのねプリントの抜けだったりとか、ブラックに合わせてこのフェードのこのカラーねっていうのはすごく雰囲気出ますんで、ぜひね、ここら辺は皆様ね、取り入れていただきたいです。で、今からどっちにしろ羽織物が主流の季節がね、今から到来します。9月10月っていうのはね、だからその時にこういうインナーね、お気に入りのねカットソー、まあね、もちろん神谷だけじゃないですよ、もちろん三原康弘であったりとかね、ウェルダーもしっかり、他のブランドさんからもたくさん入荷してるんですけども、こういったカットソーっていうのはね、何枚持っといても皆様本当にね、タンスの肥やしになることはないです、ね、困ることはありませんので、ぜひね、コレクションの一つね、そのまあ自分のまあ好きなもののね一つとして、皆様ね、クローゼットの中に1枚2枚3枚4枚ね、ぜひコレクションしてみてください。はい、皆様いかがだったでしょうかね。今回ね、神谷のね入荷がね、とにかくね、お盆の時からね、とにかくすごい入荷の量だったんですよ。で、本当はね、紹介したかったんですけど、例えばニットとか、もうね、一度完売した品番っていうのがね、結構な数あるんです。で、9月になると、また今から、がっつり、神谷の入荷ありますんで。で、今はちょうど三原康弘の、メゾン三原康弘のポップアップが開催中なんで、
それがねちょうどそれと入れ替わりぐらいでまた新しいアイテムがねドンとバースデーのペンナ入ってきますんで、ぜひともですね、バースデーの、オフィシャルのインスタグラムのアカウント等ですね、まあこちら概要欄こちらにねアカウントとね、あとうちのオンラインストアね、こちらオンラインストアもね貼ってますんで、そちらね、はい、見ていただくとですね、実際に購入とか、在庫の確認もできますんで、ぜひご覧いただければと思います。そしてチャンネル登録といいねボタンぜひともよろしくお願いいたします。はい、本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。